人、物、金を適キせ CCIM のループです。アメリカ下院議会で過半数を得た野党、共和党はバイデン大統領のファミリーと外国企業との関係をめぐる調査に乗り出します。中国企業から資金を受け取っていた証拠があり、来週の 公聴会で取り上げる構えです。他に新型コロナウイルスや国境管理などの政策検証にも着手します。2024年大統領選挙での政権奪還を目指して、再選の意欲を示しているバイデンの追及を強めるということですね。会員監視説明責任委員会の ジェームス・コマー委員長は1月30日、バイデンファミリーの疑惑を取り上げる公聴会を来週に開くと明かしました。バイデンファミリーが主に中国から数百万ドルを受領していたという証拠があるとして、敵国から多額のコンサルティングフィーを受け取っている。これに対する見返りがないとは思えないと語りました。 共和党内には、バイデンの、えー、自宅や事務所から見つかった機密文書を使って利益を得ていた疑惑も指摘する声があります。コマーシは、ファミリーのために利益を得ていたとしたら、弾劾はさ、弾劾されるべきだと述べました。共和党は、バイデンの次男であるハンターが、 米中の企業の取引を支援していたと説明します。オバマ政権で副大統領だったバイデンの政治的地位を利用し、中国やウクライナの企業から多額の報酬を得ていたとして、この影響力の行使を問題視しているとコマーシュは言います。同委員会は、 ハンターが破棄をしたパソコンに関する米紙の記事へのアクセスを一時的に禁止したまあツイッター社の幹部を来週招いて真意を正す計画です。まあ、これはイーロン・マスクのおかげですね。捜査当局はハンターが、えーまあ、役員だったウクライナ企業の資金であるとか 中国の企業から受け取った贈答品、これらをめぐる税務処理などを調べています。ハンターは、捜査の事実は認めているものの、違法性はなかったとの立場です。バイデン政権の政策検証で重視するのは、支持層に批判が根強い国境管理です。 バイデン政権の寛容な不法移民対策が犯罪者につながったと非難し、政策責任者であるマヨルカス国境安全保障長官の弾劾措置の案も浮上しています。近く下院の司法委員会が公聴会を開く構えです。 アメリカの税関国境取締局 CBP によるとメキシコとを接する南西部国境での不法移民の拘束は2022年会計年度これは2021年10月から2022年9月までですけれどもこの間に約238万人と2021年度よりも 4割増えたとしています2022年度の入国者のうち1万2千人ほどが入国前に前科があったということですトランプ政権だった2020年度の5倍近くに膨らんだということなんですね巨額予算を投じた新型コロナ対策も取り上げます 監視委員会は2月1日に資金の使途について政府から聞き取り調査を実施します。小回しは無駄、不正、内用こういうことがなかったかと確認すると言っています。もしあったなら間違った判断をした人物の責任を問うと言っています。 コロナウイルスの起源についても調べるとしています。共和党は次期大統領選挙をにんで、有権者の関心が高いテーマを軸として、バイデン政権への対決姿勢を強めます。国内外で批判された2021年8月のアフガニスタンからの無様な米軍撤退、 そして、米連邦捜査局、まあ、FBI が2022年8月にトランプ前大統領のフロリダの邸宅を家宅捜査したその妥当性についても追及材料にする構えです。えー、共和党、頑張れですね。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。